歳出とは、会計年度における中央政府、地方政府、地方自治体等の支出を言う。近代的な官庁会計制度は、その会計年度の歳出は、当該年度の歳入をもって賄うという、会計年度独立の原則を基本としており、ゆえに会計年度ごとに重視され、一会計年度内の支出を歳出と呼んでいる。歳出は、毎年度内に公共部門が行う。 一切の会計支出を言うので、一年間の公共支出の足したようなものが含まれる。例えば、社会保障、社会福祉、公共事業、教育、軍事、公務員の人件費、交際の償還費などがある。歳出は財政政策を実現するための不可欠な要素である。会計年度独立の原則の下では、歳出は歳入の範囲内で行うという制約を受ける。 また、ほとんどの近代国家においては、総経営予算主義の原則を採用しており、かつ予算は、議会の議決を経ることが要件とされているため、歳出の執行は予算及び議会という非常に強い制約のもとに置かれている。そのため、国民、住民の要求に即時対応できない側面も持っている。会計年度独立の原則のため、歳入と同様、歳出も、 その所属すべき会計年度が非常に重要な問題とされている。支出の原因が発生した時点を重視する発生主義と支出自体が完了した時点を重視する形式主義との2種類の考え方が存在している。実務上はいずれか一方のみに依存することは考えにくく、日本では状況に応じて接中的な運用がなされている。朝日新聞は歳出の 約3分の1を社会保障費が占める日本では、歳出増加分の抑制目安をきちんと設定し、制度改正も含めた抜本的な取り組みを求めている。コミュニティを構成する個人、集団のニーズを満たすために、政府が直ちに使用する物品、サービスを購入する行為は、政府最終消費支出と呼ばれる。政府会計では、ユーズオブインカムアカウントにて勘定され、 コミュニティの個人の需要や集団の需要を直接満たすための物品、サービスの購入となる。商品やサービスの購入を伴わず、金銭の移転のみが発生するだけの支出は移転支出と呼ばれる。これらの支出は商品やサービスを消費したり生産物を残したりしないので網羅的であるとされる。言い換えるならば移転支出とは商品やサービスを 全くトレードしないものである。例としては、福祉配当、社会保障、政府補助金などがある。主要20カ国の GDP に占める政府支出割合ヨーロッパの政府支出 GDP、比率茶色55%、赤50から55%、大々45から50%、木40から45%、緑35から40%、 青30から35%各国の GDP に占める政府支出の割合を以下に示す。2017年度の日本の歳出。ありがとうございます。